はい、今日も来ましたこの戦場ということで、どうもはこんばんにちは、すげーです。はい、今日もねバトニックな日常を楽しんでいきたいと思います。はい、ということでデュナメス使っていきます。はい、敵さんにユニコーンが2機、それからエクシアが1機頼んですけど、ユニコーンはまあいいんだけどね、エクシアがねちょっとやだすごいね相性悪いんですよこのデュナメスとね。味方だといいと思うけどね。どうも敵だ。お上がってこい上がってこい、そこ。よし、もらった。ユニコーンは狙い目だぜ。落ち着け。さあ落ち着いていこう。狙いはユニコーン。よし、もらった。出なかった。立て。サンマキロックオン、射程圏内だぜ。よくないな。一回落ち着こう。そこ？なんでそこで応援？トランザム違うアラブルフ。狙いやすぜ。よし、ブーストだけでも回復。なあ、打ったんだけど当たったかな。当たったやないか。さあ、とりあえずユニコーンを狙うっていう一番ね大事なところはできてますので、とりあえず中継の D だね。 D を取りに行きましょう。あ、やっぱね支援機、このね狙撃できる機体にとって高台上にいるっていうのはすごい有利ですよね。うん、なんかみんなあれだね、ポイントが微妙だね。B 取ってとりあえずあれだね、 A に向か、来た、なんか来た、ミカサファネル出せ。やばいやばい、援護援護ありがとう。よしありがとうございました。はい、ということで目標達成ユニコーンを撃破しましたよはい、今日ですね、最初イージスガンダムでね動画撮ろうと思ったんですけどね、ある試合でねユニコーン800コストのユニコーン2機いまして、そいつらにボコボコにされたんですよね。うん、もうあれは試合じゃなかったね、虐殺でしたねはい、ということでその仕返しのためにデュナメス乗ったって感じでございます。はい、あまり良くないねその乗った理由。うん、でもね支援機、長距離持ってる支援機だとやっぱユニコーン
とか、あのファンネル持ってる機体にはすごい有利だと思いますので、はい、皆さんもどんどん。でも戦場に支援機多いと結構大変だよね、味方が。まあそれは状況を見つつでお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、悪ければバッドボタン、それからチャンネル登録、ツイッターフォローとよろしくお願いいたします。ではまた次の戦場でお会いしましょう。 See you again! バイバイ。